Hey, Yumiya. Let's see what you got. 東映テクモゲームスプロデューサーの細井純三と申します。アトリエシリーズはですね、錬金術をテーマとした RPG となっています。本作はですね、次世代のアトリエシリーズを作り上げるというところが我々開発チームとして一番目指していたところになります。我々として一番大切にしている世界観というのはですね、錬金術が根付いている世界というものをファンタジックに描いているというところを非常に重要視しておりまして、それをですね、ユーザーの皆様に体験していただくことを一番重要視しています。本作はですね、とある大陸にあったアラディス帝国の謎を追い求める物語になっています。本作の世界観では錬金術は禁忌とされている術で、周囲にはですね、危険な術として認識されています。主人公であるユミヤの母親ですね、最悪によって亡くなっており、本大陸で追い求めるというのが本作のストーリーになっています。ここでは大きく語れないんだけど、今回のイランに関してはですね、信念であったりとか自分の信念というものを誇りにですね、敵対することになるので、これまで以上に魅力的なヴィランと戦うことになるんじゃないかなと思っています。I hope the game fixes the minus points that Atelier Razor series has. 今回のバトルシステム、今までと全然違うなと思うのはですね、まあ、今までって単性だったりとか、まあ、単性をベースにしているので HP に近い、例えば敵の攻撃を 100% 受けるであったりとか、要は敵の攻撃によってもう確実に死ぬタイミングっていうのは存在してたんですけども、本作って HP1 からでも回避を繰り広げることによって状況を好転させるようなシステムが存在していて、そこは非常にですね、興奮するポイントになっているかなと思ってます。This game you can pull up a comeback issue even if you have 1 HP.戦闘やフィールドに関してもですね、特にフィールドに関しては、But then again, the combat is looks way different compared to the Atelier Razor trilogy from the way I see it. ところに一番注目してほしいと思っております。So I'm not really worried about the combat. I'm not really やっぱ世界ってこんなに広がるんだなっていう、なんか未知の体験っていうのが、one of my biggest worries is the is the story is going to be as good or is going to be as niche just like in the Atelier Razor trilogy。アトリエでは重要視してまして、やっぱ初めてこのフィールドにたこの降り立った時にワクワクしている体験っていうものは非常に重要しています。またゲームシステムにおいては調合という、そちらがですね、本作において一番重要なシステムになっております。yeah, this, this アイテムとアイテムをですね、組み合わせて行うコアなシステム、新しいアイテムを使うようなコアなシステムがあるんですけども、ユーザーさんが考える正解というものがそれぞれ存在していてですね、他のゲームではない奥深さというのが非常に重要なシステムになっています。まあね、I just hope that the synthesis mechanic is beginner friendly. That's why I'm asking. I just hope it's beginner friendly and not too complicated. それ以外にですね、ユーザーさんが試行錯誤をしてですね、素材をその活用する方法というか活用できるシステムがないかと考えたとき、昨今いろいろなところでクラフトであったりとかハウジングというものが流行っているというところもありましたので、我々としてはアトリエシリーズにハウジングというシステムを入れることによってより体験が豊かになると思ったため、ハウジングのシステムを購入することにしました。ハウジングシステム、そもそもこのアトリエシリーズが初めて Xbox に加入するタイトルになるので、まあ、そもそもこのゲーム自体が、アトリエシリーズ自体が RPG の中でも The first time Atelier series released on the Xbox 遊んでいただいた時点で非常に、あ、こういうゲームあるんだって驚いていただけるんじゃないかな。 I don't think it'd be right. Ryzen was never available on the Xbox series for my understanding. 2025年3月21日に発売予定です。皆さんぜひ楽しんでください。I just realized that the Ryzen trilogy was never on the Xbox consoles. Interesting.